はい、今回は HG シリーズゴジラ6をレビューしてみようと思います。はい、まず表紙がこのミレニアムゴジラとなってますね。ちゃんとなんか表紙かっこいいですね、これで。ラインナップとしてはモゲラ55、ミニラ67、オルガゴジラ99、バラン58、ゴジラ62となってます。で、ここちょっと欠けてるんですけれども、このプレミアムキャンペーンっていうのが昔ありまして、このセットがクリアバージョンで売ってるっていうのが、売ってるっていうか、なんか当選するやつがありまして、非売品100名様にプレゼントっていうのがあったんですよ。で、これ目当てにめっちゃこれ、もう、ほぼほぼ全てのお小遣いを使い果たした記憶があります。まず、こちらがモゲラ57ですね。またちょっとマニアックなチョイスとなっておりますが、これはソフビでも持ってたんで、なんとなく自分も馴染みありました。まあ、この形がかなりシンプルっていうか、やっぱ G-Force モゲラと比べちゃだいぶインパクト違いますね。なんかちょっと、なんかちょっと安っちいロボットみたいな感じがありますが、だからまあこのシルバー感、ゴールド感、あとこのちょっとこのメタリックが入ったグリーンの配色などはすごいいいかなと思います。はい、次がミニラです。はい、可愛いですね。で、これすごいちっちゃいんですけれども、ちゃんとその体のボツボツとか、なんかお腹のボツボツとかもいっぱいちゃんと再現されてて、すごい凝ってるなと思います。やっぱちっちゃいものに関しては、ちっちゃい分ちょっとこう細かいところが、こだわりがあるのかなと思います。で、顔はすごいブスですが、なんか可愛いですね。じゃあちょっと自分のお父さんに似てます。はい、次が表紙を飾りましたミレニアムゴジラですね。このすごいよね、この背びれとか、あと塗装もちゃんとこの紫とこのシルバーとかちゃんと出してきてるところとかもすごいいいですし、ここもちゃんとシルバー塗られてますし、いいんじゃないですかね。で、やっぱミレゴジはこの横顔がかっこいいですね。横顔が、ただまあ正面から見るとちょっとムイみたいな、なんかやっぱちょっと残念なんですけれども、まあ、これは横顔イケメンミレニアムゴジラの特徴を捉えた、素晴らしいガチャガチャだと思います。そうね。かっこいいな。で、次がこのゴジラ2000ミレニアムの敵ですね、オルガですね。オルガ手が長い。で、ちゃんとこのこういう塗装とかも、この背中のところの塗装とか、こうちょくちょくこう、まあ、同じ色なんですけれども、こだわりがあって、すごいよろしいと思います。なんか普通の茶色っていうチョイスもあったんでしょうけれども、ちゃんとそこはケチらず、まあ使える色を使ってちょっと出してきたのかなと思いますが、いいんじゃないですかね、これも。このオルガはミレニアムゴジラと並べると、こんな感じになるんですけれども、ちょうど劇中の、なんかこう、なんだ、ゴジラミレニアムを見た後に、あ、これ、こう、同じぐらいの大きさなんで、これで戦わして遊んだ人もいるんではないでしょうか。僕はもうこの時はもう怪獣で遊ぶとかいう年齢ではなかったんで、もう普通にこれを買ってっていうか、ガチャガチャ集めたらもう全部ガラスケースにもう保管し出してましたね、この年代では。次はバランですね。バラン58なので、ちょうど1958年にこのバランの映画があったんですよ。まあでも多分あんまりそんなに知名度は、高くは、知名度は低いのかな。わかる人はわかるんでしょうけども、特撮が好きな人にとっては。
まあこう、まあ、これもやっぱりマニアックなチョイスだなとは思いました。でこうちゃんとでもこう何いろんな細かい作りとかもすごい何ギザギザとかすごいんですよね、うん、ちゃんとこだわって作られてると思います。ゴジラだと怪獣総進撃でちょっと空飛んでたぐらいですかね。戦ってはいなかったかも。ただ飛んでたっていうイメージですけれども、まあ、それをきっかけでこうバランを知ったんですけれども、うん、がなぜかこう、そうこの HG シリーズにも現れたんで、ちょっとあの当時はこれをなんでこうこのラインナップなんだろうなと思ってあの子供の頃思って見てました。はい、ラストがキンゴジですね。ゴジラ1962です。で、これもあのミレニアムゴジラと同様にあの横がイケメンなんですけれども、あの正面から見るとおにぎりおにぎり頭になってます。正面からのがおにぎりみたいなね。うん、横とあとこの斜めからの角度もかっこいいですね。でこの色合いのこの何このなんか黄緑なのねこれ。うん、すごい黄緑でキンゴジ。結構いい感じですね。結構映える。うん、で背中の背びれか。背びれが、白で、ここは塗られてないか感じですね、うん。ということで今回は HG シリーズゴジラ6をレビューしてみました。これのクリア版をいつかゲットしたいと思います。はい、以上となります。